必ずリピートさせることにフォーカスするみたいな。とりあえずはしょってあかんねん。もう全然使わへん。本当の金持ちはね、必要なものしか全く使わないって、増えていくものしか使わないって感じ。うん、だからなんか女の人があれチータスクってできるんかな、あれもしてこれもしてこれもしながらあれもできるっていうことを女の人たち男の人たちもできるでしょうと思ってるんですけど、男の人たちは1個完了しないと次いけないんですよ。例えば3つの選択肢がありますみたいな ABC があって、例えば持ち時間は100とするじゃないですか。持ってるお金も100としましょうよ。これな、何が早いですかってなって3つ同時にやろうと思ったら333333になっちゃうじゃないですか。でじゃあ 33% の力を使ったら本当に達成をするのはどこですかっていうクイズなんですよ。でこれね、見たら分かると思うんですけど、何も達成しないんですよ 33% ぐらいの力で、うん、そうだから1個ズバッと突き抜けた結果だと思ったら、これらをどっかにベットしながらね、ベットでかけるというか置かないといけないんですよ。で怖いからとりあえず危険がない範囲で行こうと思っても別にいいですよ。ただな、その時はいろんなものをやってもいい、試しだったら。でもこれで生きていくんだってなった時は悪いけど一点ベッドじゃないと大穴は当てられないですよ。我々が成功しようって思うってことはもうこれ大穴やからね。しかも3倍とかの売り上げ出そうと思ったらもう大穴中の大穴やで。だから適当にやっててもいいけれども、これと思ったらそれだけ。今月はこれ、来月はこれ、再来月はこれの集客頑張るみたいな。今月は新規集客とりあえず仕事も頑張るみたいな。でその結果40人集めた。この次の月はこの新規で来た人たちの7割から7割5分を必ずリピートさせることにフォーカスするみたいな。そのフォーカスしながら少し時間とかが余ったら新規集客にもフォーカスしていく。でも一番のメインはリピートだみたいな。その次の月はこの残ったお客さんたちに教育ができてるから高額商品を 20% 売っていくとかって、これすごいフォーカスゾーンとしていいんですよ。これをね、新規集めてリピートして高額商品売ってフォローアップしていってニュースレターも作っていってってなったら、最後は「うー」ってなるんですよ。お化けあんな何にも要するに幻になっちゃうわけ。何も身をなさない。いろいろやったなでガツッと上がったんかいっつったらなったら、まあちょこっとは上がりましたみたいな。人によってタイプもちろん違いますけれども、でもやっぱり新規集客にフォーカスする時は新規集客だけやればいいと思いますよ。新規集客やりながらリピートでしょみたいな。でこうやってシステム仕組みになっていくってことは、一個一個が完璧になったものが基本的にはこう連なってるからシステムって言うんですよ。どっか端折っていたらシステムならへんやん。とりあえず俺カレーのルー入れなくってめちゃめちゃうまいカレー作れるんですよ。どうやってみたいな。ものすごい甘いカレーで野菜抜きカレー作ったんですけど、それお湯とカレーだけですよねみたいな。それでも最高じゃないですか、カレーの王子って呼ばれてますからみたいな。とりあえず端折ってあかんねん、システムの中で。で順番は何でもいいで。このスティーブ・ジョブズさんがよくの話がよく出てくるけど、このコネクティッド点をってなり点をが線になっていくみたいなあるやん。ランドすればいいんだ。でもこれ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 こうみたいな感じで順番はいいね。今は僕はシステマティック的にリードジェネレーション、リード獲得と新規集客とリピートと高額商品とか言いましたけど、別に順番はどうでもいい。だってこういうことあるよ。お客さんとかで新規全然来ないけどリピート強いと。じゃあリピートが強くなればなるほどお金って利益が残るわけじゃないですか。次もいかがですかの商品ですから、このリピートから上がってきた金額の 20% を新規集客の広告に使いましょうって言ってからめちゃめちゃ新規伸びたんですよ。これが伸びていったらこっちに費やせるな、これもできたらあれもできるんだけど、これをやりながらあれはできないんですよみたいな感じ。こっちが積み上がってきたらこうしていく。ただ余裕さえあればです。お金のモメンタムの話が僕すごい好きですけれども、よく余裕が出てきたら貯金しますっていう人たちいるんですけれども、いやちゃうと。余裕ができてない時から少しずつ貯金してるとモメンタムで増えていくからってだけ、ほんまは。だから金持ちは全然金使わないですよ。そういう意味ではなんかもう全然使わへん、本当の金持ちはね。必要なものしか全く使わないって、増えていくものしか使わないって感じで、みんなはさっきそこに書いた一人もできることにフォーカスしなあかんし、でそれを求めてる人にだけリーチしなあかんねん。昨今なんかになんていうんですかね、その人数が多いところに攻めていけみたいなマーケティングまだ流行ってるみたいですけれども、もう断固あかんで、これ。人数がここはいっぱいいるからここに突っ込んでいこうとかあかんねん。でリスト業者とかって今あんまいないですけれども、ここはすごいメールマガジンが32万人いますから、ここでメールマガジンでニュース投げたりするとものすごい反応ありますよとかって言うんですけど、32万人がもしゾンビだったらもう最悪なんですよ。で広告費高いからね、そういうところって。テレビの広告は8割失敗するんですって。高い割には効果読めないわけじゃないですか。誰狙っていくか、どういう人狙っていくか、これは設計図でもうめちゃめちゃ普通の設計図で書いていけばいいですよ。どういう設計図にしていくかって言ったら、じゃあ超プラス思考を求めてる A のターゲット、 B のターゲット、 C のターゲット、よく話を聞いてほしい人たちの A というターゲット、 B というターゲット、 C というターゲットとかっていう風にこんな風に書いていって、じゃあこの人たちに対して次のフローチャートというかチャートで、超プラス思考を求めている超ネガティブ思考ね、超プラス思考に憧れてる人、女性がいたとしたら、この人に響くヘッドライン A、ヘッドライン B みたいな感じでこれ作っていくんですよ。そうしてるとすっきりするんですよ。であとはスケジュール。自分たちが3つできることを納得できるまでまずやってみ、あ、これはここの市場は実はなかったんだなと思うとこまでやってみたら。でもこれはね、みんなね、僕もそうなんですけども、なかなかの賭けですよ。ここの3つの市場がなかったらどうするんですかってなったら、大いなる賭けですけれども、賭けをする価値のあるできることでないといけないですよね。だから納得するまでやってみたら。で納得するところまでやるって、市場はそこにはなかったって完全に理解するまでやで。これ僕が治療院のコンサルの仕事を頑張って専念しなくなったのは、もう悪いが治療院のコンサルなんてもういらないからです。もう枯渇市場になってるわけですよ。 5W1H は絶対覚えておいて。 5W1H ちょっとみんな What's から書いてみ。 What's When Who Where Why です。で How。 毎日 5W1H 運動するとめちゃくちゃ活性化するんですよ。エッセンシャル思考に書いてました。今日何すんの、どこ行くの、誰とやんの、いつすんの、なぜやるの、どうやってで、こう毎日やっていくとプランない日恥ずかしくなってくるんですよ。何もやることない、どこにも行かへん。英語では今日何すんのっていうのは What's gonna do today って言うんですよ。っていう感じでいくと、ものすごく毎日その3つの自分たちができるってことにかけることができるから、非常に効率の動きができますよ。